これが日本の現状です。皆様いつもありがとうございます。日いずる国 TV のお時間です。今回の題は国益は異次元にある日本の国会についてです。いつものことながらこんなことがニュースになるんですから困ったもんです。国民の税金を投じた日本の中心の姿を時事通信の記事からご覧くださいませ。では聞いてくださいね。6日の衆院予算委員会で安倍晋三首相が辞席から飛ばしたやじに野党が反発して審議が一時中断した。首相は発言をつぶやきなどと釈明した。立憲民主党などの共同会派に所属する今井雅俊は学校法人加計学園による獣医学部新設をめぐる問題を追及。今井氏が文部科学省内で作成されたメモを取り上げ誰かが作ったと指摘。内容の真偽を正していたところ首相が自責からあなたがなどと声を上げた。今井氏はなぜ私が作れるのか失礼だと抗議。これに対し首相は誰かわからない中では誰だって可能性があり今井氏だって私だってとなる、そういう趣旨をつぶやいた。申し訳なかったなどと釈明したとの内容です。これがまさしく国民の税金を使ってやってる国会ですね。そりゃいくら首相だって文句を言いたくなりますって。ごくたまに国会中継を見るたびにつくづくこういう重箱の隅をついてくる何の国益にもつながらない審議ばかりでいかに無駄なお金と時間が費やされているかがわかりますよね。賭け問題の件は調べる気にもならなく正直私はよくわかりませんが、毎回言ってる通りまるで国のトップは批判されるためだけにあるようなもんですよね。こんな国が今後本当に発展していけるんでしょうか。こんなことを言ってると私自身も外野からヤジを飛ばしている一員のようになってしまうのでこれぐらいにしておきます。それにしてもそう考えると戦国時代から命を懸けて交渉などをしてきた武士たちは今の日本を見るとびっくりするでしょうね。と言いつつ私もこの程度のことしかできてませんが。以上、本当の覚悟があれば何だってできますよね。